い、こんにちは、どうも、僕監督と申します。ウイニングイレブン2018マイクラブ、本日が最終回となります。やっていきたいと思います。まあね、この1年間いろいろなことがありました。まあこんな感じで選手たち、無課金でね、今回はやらせていただいたんですけれどもね、たくさんの選手たちに恵まれて、本当にね、黒友選手たくさん来ましたね。まあ本当に無課金でやる中ね、ちょっとね、手探りの状態で、まあ本当にどうなんだろうといったところなんですけれどもね、まあ今回はね、ウイニングイレブン2018はこの丸川選手というね、選手との出会いによって、まあ金縄に可能性を見出そうとしたんですけれどもね、やはりね、最終的にやっぱ黒が強かったなという印象がね、あります。はい。ということで、今回いよいよ最終回ということで、まあ、今日の0時にね、いよいよあのウィニングイレブン2019がね、まあ、ダウンロードした人は、0時からできるということで、まあ、本当にこれがね、ウィニングイレブン2018でやるのが最後だなという、はい、まあ、感慨深い思いではありますけれどもね、はい、まあ、早速試合の方やっていきたいと思います。それでは行きましょう。それではね、本当の最終戦ですね、ホームで迎えました僕監督ゲームチャンネル VS インテル。では相手の方のね、レート と、チーム力なんかを見ていきたいと思います。3262ということでかなり高い、635ですね、レートは。さあ、いきましょう。はい、結構レジェンドとかもいたりしていいですね、相手。4トップじゃない、2トップか。あ、今作強いと言われたシメオネです。僕全くシメオネ使わなかった。僕のチームすごい調子悪い選手多いよ。マノラス使おうか。あ、ラモスにしようかな。ちょっと最後はね、マノラスと、ラモスの2トップでいきましょうか。2トップでね、センターバックね、2人。ちょっと不調のね、方たちにはね、ご遠慮いただいて。イスコを使おう。最後やから、使いたい。で、どうしようかな。ネイマールが調子悪いんやけど、ロナウジーニョにしようか。もう、しゃあないな。メッシは後半から。もしくは、もう使っちゃってもいいけどね、ここで。今日は最後はこの2トップで行くみたいな。行きましょうか、これで。で、カウンターターゲットをあえて、まあ、メッシの方につけたいと思います。さすがにね、メッシ最後まで使えないやろうという。ディフェンシブをブスケツ。はい、これで行きたいと思います。これがね、最後僕が送り出す、スタメンですね。相手の方クワドラドを使ってる人初めて見た。この選手、2019では金に落ちます。はい。あとは、うん、OK。今日ね、いよいよまあ10時から、まあ、ウィニングイレブン2019が、ね、できるということで、ね、非常にね、どのレジェンド選手が来るのかってめっちゃ緊張しますよね。はい、ということで、まあ、やっていきましょう。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。それでは、最後ラストマッチやっていきたいと思います。僕のゲームチャンネル VS インテル、舞台はホームサンシーロですね。さあ、行きましょう。1億人のサポーターに見守られながら。いや、違うな、それちょっと変だな。どちらかというと、まあ、チャンネルの、まあ、登録者数というのがいいかな。3000人ぐらい。OK? あ、どうなった?うおぉ、大体ね、これ2018やね、久しぶりやからね、実は。OK。さあ、メッシとの最後の共演。その時ハーフタイムにロッカーに戻る時ですが走ってましたからね。メッシー、うん、ダメか。魔法使い、魔法使いじゃないね。なんか急に魔法使いって言い出した変な人みたいになってるけど。さあ、どうだ。ビスコ、ビスコ、ビスコ、ナイザー。よしよしよし、さすがです。神ってる人とね、神様との共演。インテル相手に先制。さあ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 、取ります。ネドバラチャ。さあ、スピリクエーター、ね、今作を象徴するような選手ですね。スピリクエーターといえば来作は黒です。その、まあ、活躍が認められてね。OK。 さあ、行こうぜ。うわ、よしよし、行くぞ。ロナウド、ロナウド、ロナウド来い。あかんわ、あかん、なんやこいつ。いや、ダイレクトか。しかもよく見たらこれあれやん、ダービーマッチになってるやん。すげえ、気づかんかった。よし、ミランつい先日現監督との契約延長を発表しました。いや、なんで、なんで、危ね、取られかけたな完全に。イスコ抜いた。さあ、強引に、あ、ちょっと待って。いや、難しい。長いボールを送ります。
でね、まあ2018本当にね、いろんなことあって、まあ思い出もう語れば語り尽くせないぐらいね、まあこの1年間あったんですよね。まあやっぱり最初のクラシコガチャっていうのがね、一番覚えてるかな。最初じゃないけど、何から話していいやら、まあ、とにかくね、最終回実はちょっと撮ら動画にしないかもしれないなと思ってたんですけれども、やっぱりね、なんだろう、2019行く前にこれ撮っとかないと、なんだろう、キレが悪いというか最終回撮んないままちょっといけないなとね、やっぱり思って、もう今日ね、まあ、最終日みたいな感じに、ね、やってるんですけれどもね、ちょっと正直、まあ、ね、偽サイドバック編っていうのをね、まあ、やってたんですけれども、偽サイドバック編をやってたんやけど、まあね、ミスったわ。でも途中でちょっとね、なんだろう、体験版が出たことによってそっちの方に行っちゃったんですよね。で、まあ、ちょっと中途半端な、ね、ところで終わってるんですけれども、まあ2019発売されてからね、まあ、その偽サイドバックの、ね、検証とかいろいろやっていきたいなと思ってるんで、またね、はい、ニューエリ2019お楽しみください。楽しみくださいじゃないな、待ってるか、ちょっと待って、ちょっと狭いわ、狭いところでやりすぎ。よし、サイドへ落としてまた戻す、そしてこっち、おい、ミスター、なんだ今のパス、今までやったことないパス出しましたね。どうしよう、いいよ、あーごめん、ちょっとやりにくい、 OK、 ナイス、いいね、ここに来て、ここに来ていいね、あっとメッシー、つまずきながらもなんかオフサイド臭いけどメッシー、いや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 、いや、いい反応でしたね、北澤さん。でも、プレイステーション4自体ね、実は起動するのもね、久しぶりだったりします。はい、一つ、それでね、気づいたのがね、ちょっとコントローラーがね、かなり、まあ、劣化してたというか、だいぶね、操作しにくくなってて、新しいのを買わないといけないですよね。で、まあ、ちょっとね、エリ好みしてる場合ではなくてね、もうすぐにそれが必要な状態で、なんだろう、マイク部分がまあおかしいコントローラーと単純に操作がやりにくいコントローラーの2種類になってしまってて、アルバハル、あ、これはちょっと使えないなということで、ああちょっとごめん、両チームボールが落ち着かない、クリスティアーノ・ロナウド、いや落ち着いてるよ、うちは裏抜けた、来たぞ、ウングロナウド、オッケー、ポストを吹っ飛ばす、いやポストに嫌われました。でね、本当は30日までにプレイステーション、プレイステーション4プロを、ね、購入したいなと思ってたんですけど、ね、ちょっと間に合わなかったんですよね。予想外に引っ越しね、2段階引っ越しみたいになっちゃうんですよ、実は僕。以前ちょっと引っ越しするって話してたと思うんですけれどもね。で、1回目の引っ越しの真っ最中でして、入った、入った、なんだこれ、ウィデン2018でのライジンか、いやそんなでもいいもんじゃなかったな。ナイスナイス、 いいじゃん、ベイル強えな。僕あんまりねレジェンド使ってこなかったんで、2019どうかな、レジェンド、レジェンドは結構売りみたいなとこあるから、とか最初いきなりレジェンドガチャやもんな。できたらマラドーナ欲しいけどな、誰がいいかな、でも最初取るとしたらマラドーナか。であんまりね、なんだろう、自分に馴染みのないレジェンドって結構いるんですよね。例えばマテウスとか、あんまり本当、あんまりとか全くもって現役時代のね、そのマテウスの姿知らないですから。まあとりあえず前半終わりました、後半ね、根調していきましょう。はい、いきます。はい、それでは後半戦やっていきましょう。ですが前半終わったところですね、まあ、果たして誰来るのかな、まあ、一番、まあ、現役選手でね組みたいですよね、スカッドというかチームは。まあ、でもいきなりね、レジェンド当たるからそれはちょっとかなわんねんけどな絶対レジェンド使うもんな、当たったら。黒確定でしたっけ、確か黒確定だったと思うんですけどね。クワドラードからアザール、いやー今回もガチャ引く順番とかもなんかないみたいですよね。あ、全然調べてないんですけど。
去年はね、なんかガチャ引く順番とかこだわったりしたんですけど、結局ね、まあ、あんまりいらなかったなと。あ、ミスった。うわ、そっちに出た。ロナウドに来たかったんやけど。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。取ってる。サディオマネ。いや。イスコ。最後にイスコ使えるのありがたいな。この選手僕欲しい欲しい言うとってね、結局獲得したのが本当に最後の最後だったんでね、思い出を一緒に作ってやれなかったんですよね。どうする、どうだ、ナイス。いやー惜しい、でも決める。よし、 3-0。 さあ行きましょう、グランドフィナーレに向けてね。2018、ね、このね、ウィニングイレブン2018の思い出、一番がやっぱりね、僕はあの人との出会いだったと思います。あの人との出会いというか、もうツイッターとかで本当にいろんな人とね絡むことができました。もうあえてね、もう個人名は上げないんですけど、上げないようにはするんですけど、本当にたくさんの人に出会って、いろんな人と絡むことができてね、よかったなと思います。で、まあ、この調子でね、本当はウィニングイレブン2019でもね、一緒に絡んでいけたらなと思います。もっとね、本当はコラボとかしたいんですけどね、だから僕ね、あの一歩ね、前に出るというか、なんていうんだろう、自分からね、ちょっとグイグイ行くのってちょっと苦手なタイプでして、一緒にコラボしてくださいとか、あんまりちょっと言ったりできないんですけど、言ったりできないというか、あんまり言わない方なんですけどね、まあ、あの積極的にね、まあ、僕みたいなの誘っていただけたらね、ほぼほぼいける時であればやりますんで、まあ、とりあえずね、選手、まあ、あの2019も僕は無課金でやるんでね、2018やっててちょっと無課金無理かなと思ったんですけど、まあ、とりあえずやはり無課金でやることにね、いいボールですね。まあ、課金無課金、まあ、課金が悪いとは言わないですけどね、課金も当然ね、時間をね、短縮できるという意味ではいい方法だと思うんですけれども、無課金でね、あの黒当たった時の、ね、喜びというか嬉しさがね、本当に忘れられないというか、かなり嬉しいですよ。まあ、結構出なくて当たり前みたいなところがありますからね、黒は。それで、まあ、貴重な GP ないしはね、マイクラブコインとかでね、選手が当たった時、本当に、なんだろう、心の奥底からやったぞみたいな、まあ、そういう気持ちがね、出てくるんですよね。ちょっと、なんだろう、ふわっとした感じの言い方になっちゃったんですけどね。なので、まあ、もちろん、課金は悪くはないです。むしろね、課金する人もいないと、まあ、ゲームとして成り立たないんでね。セルヒオ・ブスケツ。OK、行こう。ラスト誰が決めるんだろうな。もうすでにこれラストゴールやったかもしれない、メッシのヘディングが。押し込んだヘディングがね。OK、よしよし、行こう。よし。で、僕、これ、2018が。まあ、動画撮り出して3作目なんですよね。で、まあ、どっぷり最初からやり始めたのであれば3作目。2016から本当は動画上げてたりしてしたんですけれどもね、それちょっともう見せれる状態のような動画じゃないんですけど、結構ひどいです。ひどい。今この状態の僕がひどいって言うから、かなりひどい動画でした。音入ってなかったりするからね。2016か。2017からかな、まあ、今作から頑張って初めからやっていこうぜみたいな感じでいったんですけど、池内選手全然変えてない。ああ、ミスった。最後最後ワンゴール決めたい。いけるか。あっと、何してんだ。ちょっと首振ってなんか違うところに出してた。急に走り込んどったからね。誰や今のな。ブスケツかな、最後あれ突っ込んでた。選手変えますわ、最後ね。うわー、ちょっと、2人とも、これでロナウドのラストゴールはなくなりました。ロナウジーニョ使おう。ここが結構嬉しいところでしたね、ロナウジーニョ渡ったっていうのは。イシニエ使おうか、最後。
インシニアにしよう。スパスワも持ってるし。何よりも、チーム創設から、一番最初じゃない、ごめんなさい。第何話ぐらいやったかな、第4話ぐらい、ちょっとごめんって。やどめど。なんだこれ。ネドベドが、やめてー。試合終了。それではね、最後はね、やっぱりガチャで終わりたいと思います。まあ、ウィリー2018の時はガチャで終わってないんですけれどもね、まあ、今作はね、最後ガチャを引いて、2回引けますからね。3回引けるか。あの、マイクラブコインを含めたら3回引けるんで、3回引いて、ラスト終わりたいと思います。最後カストロをね、引いて終わります。はい、行きましょう。で、やっぱりね、このガチャね、僕トップエージェントで多分ね、黒出してないんですよね、今作。あんまり今トップエージェント触らなかったというか、まあ、スペシャルエージェントばっかり触ってましたよね。普通に金来た。誰来たんやろ。いやー、誰だ？お？誰これ？ヨナス！ここに来てヨナス！結構あのガチャ、スカウトの組み合わせね、ヨナスとかやったりしたんですけれどもね。まあ、結局取らなかったということで、ガチャで来てしまいました。その選手って結構いっぱいいるんですよね、なんだかんだで。間違えた。で、結構スカウトの、組み合わせとかやったりしたんですけれどもね、まあ自分で試したものもあれば、ちょっと試せなかったものとかも、黒来たー黒来たでー。いや、このガチャ運をね、2019まで持ってきたいですね。誰だろう、これ。走ってるしな。走るのは当たり前か。あー、イグアイン来たー。3作連続イグアイン来たー。いや、ごめん、嘘、2作連続でした。3作目は前は出てないわ。はい、ということでイグアイン。よし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 。いや、なんかいいですね。はい、ということで、まあ結局でもね、もうこれ試合はね、やらないんでね。この後試合やらないんで、まあ持ってるだけになっちゃうんですけれどもね、嬉しいもんですよね、これ黒来たら。最後ね、はい、本当に最後のガチャいきたいと思います。今のね、黒で終われたら非常に良かったんですけれども、まあ3回やると言ったんで、最後ね、ちゃんとやっていきたいと思います。いけ、シルバー嫌やな、最後に。でも、いやー、来るかー。シルバー来るとは。まあでも仕方がない。誰だこれ、ルーカス・オカンポス。はい、ということでね、まあ、最後のガチャ、ルーカス・オカンポス、手に入れました。まあまあまあ、この調子でね、まあ、ウィニングイレブン2019もね、やっていきますのでね、まあ、今作、ウィニング2018の動画はこれで最後ということで、1年間皆さん応援ありがとうございました。それではね、ウィニングイレブン2019でお会いしましょう。さよなら。